はい、どうも、鎌倉です。今回は、ディアブロ3のプレイステーション4版を、隊長と一緒に、ハードコアのシーズンで遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、早速、始めていきましょう。これ、開始でいいの？いいんじゃないかな。解消したよ。ハードコアだよ。新しい仲間が加わった。新しい仲間加わった。アドベンチャーで。アドベの方ね。アドベンチャーは何やるんですか。あ、トロフィー出た。以上。ジャーニー進めるんだったら、この、なんだ、ネファレム。これダンジョン行ってとかって。最高記録。よく来たな、ね。よく来たな。ちょっと俺はこの辺手出さねえ方がいいのか。ネフトのタイプを選択って何？やっぱ一番上のネファレムリフトでいいと思うんだ。本当に。選択したよ。そしたら、急にダンジョン、これでダンジョン入って。ほん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 。で、左側にクエストみたいなの出るから、これだとリフトガーディアンの金属を倒せ、そのやって、クリアすれば、ジャーニーの一番上のやつが解除されるって感じかな。なんかこいつに喋れ的なのが出てる。驚いたか。お前懐かしいな。また蘇ったのだ。倒したと思ったろうが。つうか、こいつを倒せってのがあるんだけど。なるほど、また倒すんだ。お前の助けが必要なのだ。セセラの廃墟にある魔道具が眠っている。ゴーの者がそれを守っていたな。見込みのある者にしか譲ろうとしないのだ。私よりはお前の方が見込みがある。分かってるじゃん。そう思ってな。力を貸してくれればその魔道具でお前を助けてやろうという話らしい。あ、なんか出た。これ、あれか。あの愚かなネファレムは、確かに私を殺したのだ。経験値28。もちろん、あの扉をくぐるのは初めてではなかったし、あれが最後でもないだろうが、幸運にも、私はそうした事態に備えていた。記憶を保存し、腎臓の体を用意しておいたのだ。それを蘇りとは認めない連中もいるだろうが、そうした愚昧どもにはゾルタンクーレの偉大さがわからんのだ。すげえ喋り声がでかすぎたから音量を調整してみたよ。よし、ビジェールの読めない字なんて読むのこれ。欺瞞か。難しすぎてダメやね。そうよねえからな。俺も入りゃいいんや。もう入っちゃった。もう入ってるでしょ。もう入ってる。入っとるで。プレステ3から、しかもこの年月を過ぎてから見るとめっちゃ綺麗に見えるんだけど。敵を倒し、リストガーデンを、ガーディアンを呼びましょう。眷属を倒せ。ああ、なるほどね。ちょっとやり方もう覚えてないんだけど。大丈夫？俺も久々だっつうか、俺も始めた、久々に始めたばっかしだから。とりあえず L1 で回復で丸で攻撃っていうことだけ。左上か。これ壊せる。待って。いっぱいいた。いっぱいいた。あ、これやべえか。ハードは危険か？大丈夫か？すげえダメージ受ける。思いのほかダメージでかいぞ、これ。大丈夫かこれ。いきなりキャラ失うことになるオープニングで。大丈夫だ。え、スペルできたぞ。R2 ができたぞ。とりあえず R2 を使っていこう。R2 が解除できた。よし。で、これ集めろ。何これ。これなんか左のパーセンテージが上がってああなるほどね。あ、溜まるとボス出てって感じだったから。とりあえず装備は変えなくて大丈夫か。1個拾ったらなんか、うん、あ
一番最初のは多分勝手に掃除すると思う。強くな。マップ、あ、マップ真ん中か、左上ゲット。スロットが空いてるところは勝手に入るっぽい。なるほど。もはや何も。まあ、アタッカー頑張れ。これアタッカーなのかな。アタッカーで。アタッカーとは思えないんだが、どう考えてもこれ遠距離なんだよ。今回ヒーラーだからね。あ、ちなみに隊長がネクロマンサー、鎌倉がなんだっけ、クルセイダーか。でやっております。自分が何を選んだか覚えてない。使ってたスキルやね。そうじて縦が飛んでっていうのかな、これ。何か飛んだ、縦が飛んで。飛んだぞ。ルームが足りない。すごすぎる。エネルギーが足りない。スキルが使えない。まだ音がでかいな。ちょっとこいつら倒したな。ちょっとサウンドをもうちょっと下げないとダメだな。あ、頼むよ、頼むよ、頼むよ。効果音も40、音声ボリューム50、全体ボリューム50、これでいってみよう。ああ、あ、次にスキルも見ようぜ。大丈夫、スキル一番最初のが勝手に入るから。いやいやいや、入らないのがさっきレベル3で覚えたからさ。敵を攻撃した際に鍛えられた感覚状態にない短時間だけブロック率が上がる盾が必要。こっちのは目の前の空気を発火させ、発火に巻き込まれた敵すべてにダメージを与える。あ、2個覚えたね。体調増えてねえか。増えてるけど使わない、このスキルは。使え、使うな。このスキル入れたら本当にアタッカーになっちまう。まあ元よりアタッカーや。いや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 、ネクロでアタッカーどうなのよ。敵に向かって突撃し、標的とその付近にいる敵すべてにダメージを与える盾が必要。盾関係のこう片っ端から、ね、うん、特に めぼしいものはなかったわ。とりあえず装備が欲しい、自動回復する装備が欲しい。はい、ゴーハー考えに行こうぜ。そっちだよ。よいしょ。やって、こいつ青いじゃん。あ、ほんとだ。すげえ、俺ドクドクしい、ドクドクしいよ。あ、そんな離れたところにいて安全地帯から撃ってるんだよ。遠距離だからだよ。なんで近距離にしなかったんだよ。あ、コンボコンボコンボ。いっぱいいるよ、扉の奥に。なんか湧いた。青いのが、青いのです。エクソシストが、いたよ、この。もう隊長に盾に使われてるから、ヒットポイントが半分しかねえんだけど。レベル上げて、とりあえずレベル上げて帰る。もうちょいだ、もうちょい。あとちょっと。ノーマルよりは上がりやすいはず、ハードだから。75%。あ、体力回復あった。あ、レベル上がったわ、それ。何覚えたかな。スキルカテゴリー、資格が増えた。ちょっとスキル確認させないようにやる。早く死ねよ。死ぬ使い慣れてる、このスキル。死ねよ、早く。スキル確認するから。2個覚えたな。どこのスキル。
お、お、できる？急に頼んだよ。席吸われてたよ。シールドグレア盾から光を放ち、自分の正面付近に置く全てを暗闇状態にする。攻撃じゃねえんかい。やっぱり俺アタッカーじゃないらしいぞ。いや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 、あ、なんだ、そうはないと。全ては突撃や。あ、宝が、宝があるぞ。バックラーが出た、バックラーが。防御は下がるらしい。敵が出てる。暗闇にして逃げる。この四角のスキルが意外と使いだけがいいか。まだ使えない。まだ使えないらしい。最後は ID とか。スケルトン。まだいる？この辺はいないか。なんだ？どれぐらいかけないか。靴拾った。何も出なかったっぽいけど、お金が出たのかな。なんか壁ができたんだけど、突然。あいつか。やつだ。暗闇にしてと。とりあえず暗闇にして殴る。殴るべし。よし。よしよし。やった 31% か。意外と大変だ。装備が欲しいね、装備が。あ、宝がある、宝。よし、暗闇攻撃だ。お宝。よいしょ。お、一個上がるやつが出たぞ。あれは装備しないと。早くこいつらを殺してやる。安全？よし。安全安全。装備装備。うん。粗悪なアイテム胸当て。それから普通の英気あるチュニックを。ライフ回復、うん、こっちは何か、うんうん、あと盾も出たんで。あ、盾は粗悪品か。あとちょっとでレベルが上がる。本当に。よし、行こうか。あそこにトレジャーがいるね。倒せねえだろ、うちはまだ。行けるかな。なんか行けるかも。行ける。何入れてる。あ、なんかいっぱい落としたぞ。血の破片を。俺も知らねえぞ、これ。なんだ、なんだ、血の破片いっぱい落とすわ、血の破片。知らねえぞ。すげえ落とすけど。なんだ、これ集めるといいことあるんか。あいつ落としながらどっか行きやがった。あ、いた。あ、やべ、逃げられる。どれだかわからん。あ、危ねえ、逃げられるの阻止できるんだ。あ、やべ、逃げられる。逃げられるの殴ると阻止できるぞ、これ。どこ行った？素晴らしいぞ。あ、死んだっぽいな。あ、お前敵が隊長に見えたわ、この街灯。倒した。倒した。お前下の方にもいっぱい出てるで。血のかけらってなんだこれ。俺もわからん。あ、集めるとなんかいいことがあるんだろう。どこ？いっぱい手に入れとくと、こんなものか。最初だからレベル上がるのが早いからな。まめにこうスキルのチェックをしないと。ちょっとスキル見させてもらうよ。
何も覚えてないんだ。これか。シールドバッシュ。神秘のフレイルを振るって自分の前方にいる敵を攻撃し、大きなダメージを与える。うん。いや、範囲攻撃の方がいいでしょう。67覚えてなかった、レベル5。なんか、職のスキルの方が意外と使えたりするんだよな。それは多分キャラクターによってもいろいろあると思う。痛い、ノックバックが。なんかフレイルよりも俺縦でぶん殴ってる方が多い気がするんだよな。通路にこの辺制圧したら全部いたよ。装備なんか拾ったか。あ、装備武器は出てるな。全部ダメだなこれ。あ、本棒剣。よし、剣になったで。これ最後か。あれ狂う通路になんかでっけえ、でっけえでっけえ、なんだこれ、なんだよこれ。なんか聞いてないぞこんな話は。俺も初めて見た本当に。なんか一撃が思いやすい。った、とりあえずネクラマジに飛んで、やっぱりウチがいないからこう盛り上げと火力に欠けるところがあるね。ウチの小人軍団いないからね。大丈夫、もうすぐしたらあのネクロマンスの小人軍団が出るから。ウィッチドクターの小人がいいんだよ。ゴーレムもたらのことだ。とりあえずこの下僕で我慢してくれるから。長くとはで、なんか俺ここまで来たっけ。なんか来た、また下から、下から上がってきた。下にもいるぞ、この階段の下だ。よしよし、やっと6人だった。方向とか覚えた。お、方向だけか。バフ、あ、なんかでかいのがまたいる。盛り上がりにかけるところ。宝箱があるよ。ろくなもん出やしないかな、これは。まあ、しょうがない。やるも落ちてんじゃん。この中には入れねえ。あ、そこから入るの。あれ、なんか違くねえ。ん？行き止まりっぽいね、こっち。こっち？こっち。おぉ、びっくりした。でっけえのがいた、また。奥全然見えん。移動速度が低下中。なお、なんか。ヒットポイントが半分になってるんですけど。あ、大丈夫、大丈夫。危険問題だ。アタッカーには頑張ってもらう。あ、ちょっと待って、俺さっきレベル上がったんだよ。方向っていうのを覚えたはず。これか。
頼んだぞ。状態以上の時にブロックに成功すると爆発が発生する。うん、まあいや、一応つけとくか。ろくでもないものだからお金拾わせて。あ、はい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 。おお、飛んでった俺。アーケインのかけらを出す。買い物。今は使えない。今は使えないらしい。いや、チャージ正解。ああ、足速い、すげえ速い、足。ああ、待った。足がすげえ速くなった。さあ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 、だんだんレベル上げていこうぜ。集めろ、集めろ。意外と集まらないな、これ。左上は何がある？何もない？金目のものはない？金目の。これではハンターと一緒だ。行き止まり。いいな、この足の速さ。そして切れると余計に遅く感じる。倍ぐらい遅く感じるっていう。なんかいっぱい来たぞ。まだ使えない。まだ使えないやつ。あ、すげえいる。すげえいるね。ムヌが必要だ。ムヌが必要だ。ムヌが終わっちゃったな。はい、こっちども。お、レベル上がった。何かいいの覚えたかな。あ、そう、少しシャッター同士。一個だけか。70アーケインのかけらクラスです。ボス大丈夫かなこれ。ちょっと待って、俺シャッタードシールドが出たから任せたと戦えば。シャッタードシールド、これか。違うな。あ、これか。盾による衝撃波が分裂してより多くの敵に当たるようになる。よし。拡散装備 OK。 あ、ちょっと待って。装備は出てない。準備 OK。 よし、行こう。っていうか、行き止まりじゃね？下だな。下だな。こっちか。あ、敵は、新手が。ナイス。ナイス。これ一回ポッキーだから死ぬわけにはいかない。よし。めっちゃ大事。アドベンチャー。まあ遠距離。これ暗闇にしといてやる。まだこの辺は全然強くない。広いね、これ。あ、こっか。俺宛てのレジェまだ出ない？全然出ないと思う。さあさあ。右下か。とりあえず、進めない。まだ使えない。あそこになんか黄色く光ってるやん。あ、本当だ。本当だ。何か光ってる。俺も見えた。死に来た。よし、こいつは押さえとくから後ろの雑魚を。こいつ暗闇、あ、暗闇になってるんだ、一応。さあさあさあ。硬い硬い。
いいものは特に出さないとみたいな。出てないね。あ、新しい装備が出たからズボン履いたついにパンツからズボンになったで俺今までパンツだったのがズボンになったんですよ。入った。こんなしてた全然削れない。どんどん削ってくれば激しいだ。早くコウモリ、コウモリ倒して。火力ないんだから俺。でも火力ないんだよ。基本あの暗闇とノックバックの男だからね今。アタッカーが不足しています。火力先行してくれ、アタッカーよ。どうもアールに使うのはそれじゃない。目のもの出さないな。ようやく82。いたいた。でもやっぱりプレステ3の時より全然綺麗になってる。元の装備何も落とさないな。降りていくとどんどん敵強くなっていく気がする。しょうがないしょうがない。なかなかのダメ。いけよ。いけよ。こいつ。そうなんですか。いけ。まだ使えない。こいつ。よいしょ。硬いよ。硬いよ。硬いよ。ああ、やっと終わったか。金しか落とさねえ。宝箱はないかな。最高。雑魚のどんどんやってくれアタッカー。どんどんやりたいんだけど。少なくとも俺よりは火力があるはず。ブロック係だからね。あ、でかいの見えなかった。お前図体でかく壁の一部になってたもん。まだいたの。なんかいたから。あ、黄色。嫌な色に輝いてるぜ。まあ、とりあえずブロックはしとくよ。痛い。とりあえず暗闇にしてます。デナンス。絶対医者デナンスらしい。とりあえず暗闇にしとく。変わったんだけど。これはやばい。早くやってくれないと私も暗闇にしとく。早く
壁役持たないで頑張ってくんねえと。頑張ってるんだけど。けんだよ、とにかく。いた。半分削れた。あとちょっと、あとちょっと。まだ使えない。周りの取り巻きはちょっとうるさい。これ当たってるよ。痛い。お、浅いになった。いやー、久しぶりになんか拾った気がするな、この大根つ。あ、後ろからも骸骨来た。なんかここ一番の敵だったな。よし、一番拾った。ちょっと右手疲れちゃったわ今。ちょっとスキル確認。あ、まだ嫌がる。 95% まで硬いんですよ。まだ使えない。はい、硬い。ハードでこの硬さか。何回降りてるか。量が多い。筋肉が足りない。あと二人仲間が欲しいところだって。一緒に死んでくれるやつが。あと3パーはどこに落ちている。あれ、ちょっとボス出ちゃうんだよ。ボスなんかいるんだ。てかもう録画時間が32分という大台に乗っているな。あ、お、99まで来たぞ。99まで、あとちょいだった。ちょっとスキル見たい。スキル覚えた。スキル一個しか覚えてないけど、こっちか。アイアンスキン、皮膚が鉄のように硬くなり、短時間だけあらゆる種類のダメージを一部吸収する。それだったら暗闇の方がいいな。どうでもいいスキルしか覚えないわ今のところ。オケよ。あと1パー、あと1パー。リフトガーディアン眷属を倒せ、あと1パー。あと1パーだよ。武器が欲しいな。おお、リフトガーディアンだ。ガーディアンが来たぞ。この金色のだと、そうだね、勝てえぞ。とりあえず取り巻きをやりたいところだな。なぜ俺が狙われてるんだ。やめろ。ヘイトが高いんだね。こっちのザコの相手で精一杯なんだ。いた。あ、ピヨタピヨタ。すげえ硬いんだけど。ブラッドボーン。ブラッドボーンやばいぞ。ブラッドボーンが。すげえ、どっか行っちゃったよ。すげえ逃げてる。ピヨッタピヨッタ。やべ、死ぬ。危険キャラ消失。まだ使えない。危険キャラ消失って。ピョンピョンと。筋肉が足りない。右上になんかあるよ、これ。これ何これ。お、25% 上昇。燃えるぜ。筋肉が足りない。筋肉が足りない。なぜ俺の方に飛んでくるんだ。ヘイトが高い。ヘイトが高い。いった。こいつリフトガーディアン。いった。どこ行っちゃった。しばらく戦うと飽きるらしい。この敵もういいや。
暗闇にしてと。さあ、あとはもうお前だけだぞ。安心して死ぬがいい。ぴょんぴょん、ぴょんぴょん。待て待て待て。落ち着け落ち着け。落ち着け落ち着け。落ち着け落ち着け。もうあと削るだけだ。何体召喚するの？ラストスパート、ラストスパートだよ。ラストスパート、見て。ラストスパートだ。待て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 。もう終わるだ。よし。やったか。やったやった。お宝がいっぱい出た。私はネファレムの訓練用の裂け目を聞いた。彼らは記憶の最初に。疲れた。手が疲れた。おかしいな、俺こんな苦労した覚えねえんだけどな。我々は大事な力を持つ種族だが、治療が伴わなければ意味がない。この裂け目を制し、資質を証明したとき、そなたは我々の真の一員となるであろう。あ、すげえ攻撃力上がる。いいの出たよ。いいの出た、いいの出た。攻撃力 4.2 ダメージから 14.7 ダメージになるけど。もっと前に出てほしかった。本当だよ、ボス前に出てほしかったわ。筋力7。あと足も拾ったか。はは。よしよし。よしよし、ちょっと硬くなったかな。帰るか。あとはもう終わり。帰るだけ？うん。あとは帰って報告みたいな。なんかワープ、ワープみたいなのなかったですか？襲撃の余裕。オッケー、じゃあワープしよう。戻らなければ。疲れた。37分戦ってたで、あん中で。ドイツだ、報告は。こいつが青いやつ。青いやつ。良い戦いだった。良い戦いだった。レベル上がった。あ、これこれもう早く出てほしかった。さあ、こっから俺な、これわちゃわちゃになります。わちゃわちゃ。わちゃわちゃになんなくていいよ。パッシブなんで。リフトが取り出るまで。閉じました。あ、ほんとだ。じゃあ一回この辺で切っていこう。はい、では今回はこれぐらいにしていきたいと思います。また次回よろしくお願いします。